神奈川県横浜市。ここに4年前大事故に遭い、生死の狭間をさまよい、医師から二度と歩けなくなると宣告された野球人がいる。横浜トドナス4番田沼和正。彼は現在関東に名を轟かす屈指のスラッガー。先日のロングティーでもありえない柵越えを連発。一体どんな事故だったのか、そしてどうやって復活を遂げたのか。これはもう一度野球がしたい、強い思いで壮絶な事故を乗り越えたある野球人の物語である。ライパチは横浜の居酒屋で田沼選手にアポを取りました。そんな田沼選手は華々しい野球歴を持っている。中学は地元の強豪校で主軸として活躍。そしてあの名門横浜高校野球部へスカウトされ甲子園出場。大学は超強豪関東学院へと進学。そして今関東草野球界屈指のスラッガーとして名を轟かせる存在に。そんな彼に4年前とんでもない悲劇が起きる。仕事でトラックに突っ込まれて、2トントラックって あれに横から突っ込まれて壁に挟まれて、ぐっしゃー挟まれて、本当にうんみたいな感じになってそんな可愛い音じゃない、そんなじゃ済まないと思うな。でなんかちょっとえぐい話になっちゃうんですけど、はい、トラックが突っ込んでくる瞬間があるからこうやって止めたんですけど、はい、まあまあそうでしょうね、そうじゃないですよね、はい、で左手がちょっとおかしいことになってて、この俺の指どうなってんだと思って、避けたってことですか、手のひらが。そうです、これから全部ぶっちゃらで、どうなってんだこれ、痛ぇなと思ったら、あれ待って、息ができねえぞみたいな。息ができなくて、やばい死ぬ。で、橋場のバカ力からダンス2トントラックにを挟まれた自分のこのぶっ壊れた左手と右手でそうですよね、ガーッつっていやいやいや押して、はい、したらちょっと体が動いたらちょっと息吸えるように、少しだけ少しだけ息吸えるようになって、で、ちょっと呼吸しながら助けてーっつって助け呼んだら周りの人たちが助けに来てる、はい、でも10人とか15人、20人かかりぐらいでみんなでせーのーとか言ってトラック引っ張ってるんですよ、はい、全然動かないんですよ。そしたら意識が遠のいてきて、はい、で、油汗みたいなのをガンガン書いてるわけじゃないですか、はい、あ、これいや本当にやばい、死んじゃうと思って、したらたまたま違う車がその車とロープで結んでくれて、はい、レッカーで引っ張ってくれて、やっとそこで逃れたんですよ。そんで よかったっつってそのまま何ですか、左足ついたら、はい、力が入んなくて、ね、そのまま倒れ込んで、はい、あれちょっと待って、下半身全く感覚がねえぞみたいな、うわってなった瞬間に救急隊が、はい、来てくれて、病院にそのまま運ばれて、はい、レントゲンかなんか CT かなんかわかんないですけど、まあ、なんかもう全裸のいろいろ先生に囲まれて、一人の先生が自分の肩口来て、田沼さんっつって、いいっすかって正直に言うんで、ちゃんと心して聞いてくださいねみたいな、うわあの田沼さん骨盤骨折してます、うん、でも分かんないですよ、骨盤がどんな大事なのか、はい、骨盤骨折してて今のところ、はい、骨盤骨折で一番怖いのは出血多量での、うん、死亡なんですけど、はい、田沼さん今のところ出血はそんなに出てません、はい、ただ骨盤で一番神経通ってるところなんで最悪歩けなくなるかもしれません、うん、それだけは心しといてくださいみたいな、はい、下半身不随になるかもしれない、心しといてください。でそこで初めて、はい、何言ってんのこの人と、いやそうですよね、はい、ボルトと、はい、
プレー、あ、まあ、プレートをボルトで固定するっていう、はい、でその手術をします。でその手術をして、ここが手術終わってこんな感じになって、あー両つまのところにグッと詰め込んでそれを止めるんだ。初めて見たこんなの。そして地獄ともいえる壮絶なリハビリ生活が始まります。で1ヶ月ぐらいしてリハビリ開始ってなって、動き始められたんですか、そこで。まあ、幸いなんか感覚がちょっとずつ戻って、そうなんですか。なんかったんですけど、歩けないって言われてしまったわけですよね。でもラッキーなことに、なんか九死一生ではないですけど、いやもう九死一生奇跡ですよ、タルマさんみたいな、うん、こんだけ折れてて神経が残ってんのは奇跡ですよみたいな。歩け、多分このまま行ったら歩けるようになりますよ、うわぁ言われて、はい、悪かったのが右足の方だったんで、右足を、なんですか、地面につく練習から、体重乗せちゃダメなんですよ。体重乗せちゃダメで、つく練習から、うん、そっから日を追うごとに自分の体重の何パーセントまでとか、なんと彼のバッティングを支えてきたこの右足は少しの体重も乗せられない状態になってしまったのだ。一生懸命リハビリして、辛かったっすよね。いやめっちゃ辛かったっすよ。思うように歩けないし、そうトイレも大変ですし、もう本当に地獄でしたね。壮絶なリハビリに心が折れそうだったある日、こんなことが。やっと車椅子オンリー、まあ、自分は車椅子から動いちゃいけないけど外出許可があったんですよ。で、まあ、その当時おふくろに、おふくろと親父にどこ行きたいの、たまたまトーダスの試合があったんですよ。トーダスの試合見に来たんですよ。うわで多分トーダスもその時確か結構大事な試合だった、はい、見に来て、はい、で親父とおふくろに車椅子を押してもらって、はい、でトーダスの試合してるところについて、そしたらちょうどたまたまみんなが俺のユニフォームをベンチに飾って試合してて、すげー、そこでもうすごいもどかしくて、いやマジ野球やりてえっつって、でこんなね、歩ける、やっと歩けるかどうかの怪我しちゃったけど、俺は自分の野球人生で満足する野球人生送ってねえみたいな、まだもういいやってなってないよみたいな、まだ野球やりてえよ俺と。でそっからリハビリも超一生懸命頑張って、そう彼を支えたのはもう一度野球がしたい、その一心でした。でやっと復帰して、ね、な何年間ぐらいになるのは、全部で2年ちょいぐらいですかね。耐えられないですよ、ね、そう2年手術から2年経ってやっとこれを外したんですよ。はい、先ほどのボール入ってた、2年間ずっとこれが入ってて、だからもう本当に体験談で言えるのはリハビリはちゃんとやった方がいいですね。で、もう自分で頑張ってやった方がいいです。もう最終的に下半身、ケツの筋肉なんですけど、ジムの一番重いやつ30回やる、はい、できるぐらいで、なんかこう開くやつと最初より強くなってる、内側のこう、なんていうの、閉じるやつ、はいはい、内転筋、あれ、一番重いやつ、ジムの一番重いやつで、足んなくて、べっこでモリモリのが上に乗せて、いや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 、それでも30回やっても全然効かなくなるぐらい俺、筋肉つけました、マジで2年という長い年月を要しましたが、医師に半身不随になるとまで言われた大事故を乗り越え、田沼選手は再びグラウンドに戻ってきました。そして冒頭でもお見せいたしましたが、兄貴との対戦で初めて我々は出会います。その打席で信じられない大飛球で我々の度肝を抜くのです。その打球の奥には野球がしたい一心で過酷なリハビリを乗り越えた彼の物語がありました。
そう思って改めて田沼選手の打球を見るとライパチは万感の思いが溢れます。すごい打った瞬間感がすごいですよ。今回野球がしたいという強い思いから奇跡的な復活を果たした田沼選手のストーリーを作らせていただきました。もし何か大きな壁にぶつかっている人がいらっしゃるなら田沼選手の復活ストーリーが何か力になるのではないかとそう思いました。これからもライパチは野球人の壮絶なストーリーを追いかけたいと思います。動画の最後に田沼選手が甲子園爆笑秘話を語ります。チャンネル登録で当たる10月のプレゼントキャンペーン、まずはワールドペガサス極太トップレーニングバット、これは冬のトレーニングにおすすめ。次にミズノのビヨンドマックスギガキング、11月発売後抽選、今しばらくお待ちください。オーライ。続きましてサンドボールパースルー、これはインパクトを強くしたい君にめちゃめちゃおすすめだ、ちょうどいい重さ。オーライ。最後に IP セレクトカード監修モデル、これ限定品だ、ナイアの名手が作った最高級の一品。すべての商品10月末までのチャンネル登録で当たるから、みんなチャンネル登録してくれ。オーライ。お知らせん、アッパレパーカー作ってみました。気になる方は動画概要欄にあるアッパレショップを見てみてください。今では長距離ヒッターとして活躍する田沼選手ですが、高校時代は三塁コーチャーとして活躍。甲子園でも三塁コーチャーとして。そう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 。二回打席立ったんですよ。はい。代打。そう、代打で出させてもらって。1打席目は佐賀北高校で。はいはい。打った瞬間、はい、俺行ったろみたいな。はい。あの甲子園って。はい。魔物が住むっていうやつ。しかも左バッターに不利な、そう、浜風があるっていうじゃないですか、はいはい、パワーンって言ったら左足のちょっと前ぐらいに打球がドーン、はい、どういう浜風じゃない、浜風の押し物、ね、そんな、いや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 、まあ、セカンドゴールで、2打席目は、はい、外から真ん中ぐらいに来る、はい、でそれを左中間狙いに行く、はい、今度こそ飛んでかーっ浜風です。いや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 、そこも浜風滝はどこに浜風ショートぐらい浜風ってあんだな、魔物住んでんな、本当に魔物ですよね